依然先頭13番グラニット600を切ります。3、4コーナー中間2番手16番のタッチウッドが並んでいきました。3番手は3番グリューネグリーン、15番ベラジオペラ交代、代わって上がっていく14番タスティエラ、4コーナーカーブ、ここで16番タッチウッドが先頭に代わって直線コースを向きました。内粘っている13番グラニット、広がって外からは湘南バシット、さらにはタスティエラが追ってきて17番メタルスピードも追い込んでくる。1番外からはファントムシーフ、さらには11番のシャザーンです。14番タスティエラが先頭に代わった、追って17番メタルスピード、1番外1番のソウルオリエス、ソウルオリエスが切れ味発揮、ソウルオリエス突き抜けて五輪。さあ4コーナーカーブに向かって10番ソングラインは中段、そして1番シネルマイスターは後方から3投目、4コーナーを回って直線に向いています。先頭は7番のウィンカーネリアン、リードは体半分キープ。2番手は5番バビット、その後ろから接近するのは2番エイアン、12番デュガ、さあ10番ソングラインはどうか、馬群の中その後ろに1番シネルマイスターは遅れている。さあ先頭粘っている7番ウィンカーネリアン、並んでる6番エルトンバローズ、200を切って今度は先頭に変わった。後方から4番アドマイヤハダル、あとは10番ソングライン、ようやく追い込んでくる。先頭6番エルトンバローズ、4番アドマイヤハダル、間から10番ソングライン、シネルマイスター広がった、激戦だ、4頭広がってゴール。その後1馬身半差、3番手12番スタニングローズ600を通過、その後に6番ソーバリアント、4番手から3番手に接近、外は14番のリューベック、2頭の内から3番イルーシンファンサー、1番のダノザキッドは少し下がった。さあ第4コーナーカーブ残り400を通過、先頭は4番のドームネ、4コーナーから直線へ。さあ湘南マグマ並んでいく、さらにはスタニングローズ、その内に入っているイルーシンファンサー、馬群の外に出したヒシイグアス、そしてリューベックが追ってきた、大外からはラーグルフ、さあ坂を駆け上がって先頭4番のドーブネ、ドーブネ最内からシネルマイスター突っ込んでくるが、そこから11番ヒシーグアスが抜ける、そしてラーグルフが2番に上がってきた、ヒシーグアスゴールイン。今日は逃げました11番ダノンタッチダウン、後続に3馬身の差をつけて4コーナーカーブ、ユニコーンライオンステラベローチェ2、3番手、4番手インコースからエターナルタイム、そして並んでいるイルーシンファンサー、4コーナーから直線です。逃げる11番ダノンタッチダウン、リードを2馬身ぐらいキープして残り400坂を登ってくる、後続追い上げてきたステラベローチェエターナルタイム、外からはイルーシンファンサー、馬群の中を狙ってマテンローオリオン、1番外に持ち出して6番ナミュールが伸びてくる、さらにはレッドモンレーブ、連れては内目から200を切ってソーバリアントが追い込むが、広がった中今度は6番のナミュール、ババの真ん中先頭、これを追い詰めに行くレッドモンレーブですが、先頭6番のナミュールだ、ナミュール抜かせない、先頭ゴールイン。馬群は3、4コーナー中間、先頭入れ替わって今度はトップナイフになりました。ユニコーンライオンは交代、外に持ち出したプログノーシスが2番手まで押し上げてきました。この外目からはウィンマリリン、外を回って徐々に進出するジャックドール、空いた内からはソーバリアントリ、ダロンベルーガ、シャフリアールは後方4コーナーから直線、ラチ沿いにつけるトップナイフ、離れた外から200を切ってプログノーシスが一気に抜け出しを図ってくる。3番手争い広がってソーバリアント、ダロンベルーガ先頭は抜けた、プログノーシスだ、一気に突き放す、3馬身4馬身のリード、プログノーシス完勝ゴールイン。ゴールデンハインド先頭、リードは体半分鳳凰アマゾンが2番手、3、4コーナー中間600を切りました。3番手が8番ボーンディスウェイ、前3頭、4番手ムチが入ってマイネルクリソーラ、進出4番エピファニー、内は3番リカンカブール、この4番手グループも3頭です。その後ろからはクリノプレミアム、里のエルドール、そして1番外を回して10番のマテンローレオ、4コーナーカーブ直線に向きました。ボーンディスウェイ、鳳凰アマゾン2頭が競り合っている。ゴールデンハインド交代、4番手から3番リカンカブール上がって200を切りました、あるいはマイネルクリソーラ、クリノプレミアム、マイネルファンロン、外からは7番のククナが追い込んで、1番外は10番のマテンローレオ、先頭変わって3番のリカンカブール、追って7番のククナ、リカンカブール、リカンカブールだ、ゴールイン。
2番手16番のデシエルトが上がって600を切って3、4コーナー中間7番ボーンディスウェイヤや交代、18番イクイノックス上がっていって今3番手、13番ビーアストニッシド、大外は14番ジオグリフ、内を救って1番のダノンベルーガが伸びてこようとしている。4コーナーカーブわずかに先頭2番のアスクビクターモは直線コースに向きました。外はデシエルト、内から1番のダノンベルーガが並びかける。外は18番イクイノックス、14番のジオグリフ、200を切って坂を上って 4頭広がった。さあ18番のイクイノックス、14番ジオグリフ、この2頭が抜け出てくる。ジオグリフかイクイノックスか、3番手広がった14番ジオグリフ先頭でゴールイン。